はい、皆さんおはようございます、こんにちは、そしてこんばんは、あちゅでございます。PC88 のですね、三国志2のパート16をやっていきたいと思います。全然関係ないんですけどもね、先ほどちょっと、お買い物に行ったらですね、運勢のおっちゃんとですね、中勤をするおじいちゃんがですね、大喧嘩しましてね、それも交番の前でね、大喧嘩してまして、まあ、交番から警察お巡りさんがね出てくることはなかったんですけども、まあえらい剣幕でねやってましてね、まあ私も見て見ぬふりを決め込んだんですけどもね、まあそれはさておきまして、じゃあちょっと続きやっていきたいと思います。進捗で言いますとね、炎症ですね、炎症をちょっと痛めつけてるところで、ですね、兵力は問題ないな、ただ忠誠が悪いんですよね。誰がいいかな、残すとすれば。関与いいか。もうね、一応、一国、違うわ。もう関はあれか。行動済みか、みんな。となると、ですね、ちょっと一度、国を見ておきまして、新鋭で心配の子供ですよね、確かね。39,000か。そっか、新鋭とかがいるんやな。ちょっと粘ってやるかということなんでね、とりあえずやることがね、今年度変わらない。民忠誠度は84で秋でしょう。ちょっと治水でもやっておきましょうかね。で、結局ですね、巨友がいるわ。輸送ですね。放送がね、ちょっとね、怖いんですよね。感服が何故同盟なのかわからないですけどもね。本人が来てますね。まあ本人来たんでね、承知しておきましょうかね。どちらかというと、滅ぼした方なんでね。滅ぼした側なんであれなんですけど、印象を断ります。流用？お？流用。あ、そっか、炎術を滅ぼしたんだな。流用がね、どうしようかな。次曹操を潰したいんでね、一応承知しておきましょうかね。ちょっとね、次は孫策までね、この状態で伸ばすとですね、正直曹操に脇腹疲れそうな勢いなんでね、ちょっとそれをやめときたいのかなというような感じですよね。過去かもったいないですけどもね、虚勢でいっとこうか。で、どんどん。誰にあげたっけ？全然いいんだ。となるとですね、お金がちょっと微妙ですけど、米買ったらダメ、米売っちゃいましょう。誰で売ろうかな、長英、長英どんなんだったかわからないんですけど、ちょっと準備をね、攻められてもいい準備をしましょうかね。縁ね、縁か、まあ、縁は前か、長兵で、縁で188集めて、これで満員ですね。で、訓練で、ってとこですね。で、もうね、攻めちゃいますよ。冬になりますけどね、
飛んじゃいます。無理ですね、これで関羽で軍資金2000ぐらいあったら十分ですね。兵糧はね10万ぐらい持っておきましょうか。で関羽に任せましょう。大将はね、さて無印象はね正直どうでもいいんでね、次曹操ですよね。孫策と曹操、あら負けんなよ。孫策と曹操、孫策はまだね敵に回して、うわ敵4やん、嫌な感じやな。怖い。お勝った。負け取ったらほんまちょっとね超ヒッパーか野郎ですね。もう後がないんでね、コンピューターどしどし突っ込んでくるはずなんで、もうやっちゃいましょうね。高損益捕まえましたね。文集か、次心配が来ますね。でここは関羽に向かってくるんで突っ込めない。ああ突っ込めないか。ちょっとね、林というかね、あの中に入りたかったんですけどもね。まあもうあの関羽めがけてきますんでね、ここは待機でですね、超運なんで、ああ雨やから無理か。多分相手の武装も良くないんでね、ここはちょっとタコ殴りにしましょうかね。来ましたね。こういう形なんでちょっと関羽はね前に出しましょう。あとはね武力に任せてやっていくような感じですよね。いかがでしょうか。そっか、この順番か。ちょっと開けてあげよう。こう入れて、でこういくと。ここだらね、突っ込んでくるんでね。いう感じですね。で、もうこれはいいんで、とりあえずちょっと突っ込んでいきましょうか。次の展開ですよね。超運も、超運ちょっと止めときましょうかね。はい、終わりですね。心配ね。心配はちょっとね、配下にしたいんですけどもね。でも、なかなかうまくいかないかもしれないですね。ちょっとね、総大将はね、休ませましょう。心配ね、なかなか結構ね、いい、武将ですよね。史実ではね、霧ヶ岳っていう感じだったと思うんですけども、史実じゃないか、演技か、史実は分かりませんよね。文書どうしようかな。どうしてくるかな。おお、なるほど、そうきたか。あ、そうか、張飛か。もうそりゃ突撃しましょうかね。でも突撃した後、火やられたかなんけどな。首切っちゃった。張飛賢いんでね、張飛にちょっと突っ込んでいきましょうかね。上昇な。上昇か。裏からもな。悩みどこだな。ちょっと一回待機しとこう。文書、これ火浴びせられるよな、絶対な。おお、突っ込んできた。あ、突っ込んできましたな。ああ、電報か。死ぬなよ。お、よかった。
で、あ、もう突撃で来ますねこれね。突撃で来るんで乗車上げましょうか。首切ったら嫌やしな、最悪や。あ、開いたらラッキー。あ、あかんかった。どうする、どうする、どうする。ちょっと火燃えまくりやけど、しといて、これ絶対また火かけられるな。おお、助かった。もうあえて玉砕、玉砕ですね。もうほんまやったら連射ガッツをできて兵力をねそのままいただきたいところではあるんですけどもね。あ、電報を捉えましたね。超頭いいんでここで、で上昇は、なんかねちょっと火が怖いですね。あ、バインか。これで突っ込むのが怖いな、非常に。超火はなら逃げた方が良さげな気がしますね。あ、炎症はやっぱりね武装が悪いと思うんで、もう、あ、やっぱり来た、やっぱり来た。あー、こんな厳しいな。あー、死ぬか。これ逃げれないですもんね。消化って信長じゃないんでないですもんね。はあ、バインをね捕まえてね。文集はねもうここまで来たら退却しましょうかね。退却してもいいでしょう。今日はちょっと雨が降ってくるからねいいんですけどもね。やっぱねこのゲーム筋肉爆破には辛いんですよね。さあ、うわ、また火が、この勢いが、あ、もう完全にバンザーアタックですね。印象はねバンザーアタック状態ですね。超火は怖いな。やっぱり、やっぱり、やっぱりか。えらいことになったな。超対局させよっか。もうお前んとこに、あ、火はもういいか。あ、雨来た、雨来た。もうやっつけてしまいましょう今のうちに。されるなよと。よいしょ。でもやっぱ硬いのは硬いですね。さあ、炎症を倒したらどうするかな。お、時間がもうかなりやばいな。いける？そうですね。あと30秒かな。お、捕まえた。はい、なんとかなりましたね。ではこの辺で、PC88 のですね、三国志2、パート16ですね、終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。